はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。もうすぐね、ヌーンですね。今11時45分ぐらいです。10月も26日になりましたね。もう月末やん。僕ね、月末嫌いなんですよ。ほんまに。なんでて、お金払わなあかんやんということですよ。もう今日はね、家賃払うときましたけどね、お金もらえたりしますけどね、でもね、月末にね。なんかでも月末になるとね、こう新たにまた来月から新しい仕事しなあかんやんと思うとね、それ嫌ないやん。もともとね、そんな働きもんちゃいますからね、ほんまに。前にも言いましたけど、なんと言いますか、必死で生きてきたわけではないの、私ってね。今まで全力で走ったことがないという、まああれですね、仕事とかお勉強の面でですね、これ以上できへんっていうまでやったことない。もう適当お前もうええやんこれくらいでみたいな、それで生きてきたわけでしてですね、どうもね、アクセル全部踏めない性分みたいですね。だからその欲もそんなにね深くないんですよね。まあ生きていけたらええやんっていう感じでございます。はい、余計なこと言うてんと言いましょう。行きましょう。産経新聞でございまして、10月25日、昨日のですね、16時22分に出た記事です。ですね、大阪都構想の情勢調査、約1ヶ月半前と賛否逆転という。大阪市を廃止し特別区に再編する大阪都構想の是非をめぐり、11月1日に実施される大阪市民対象の住民投票について、産経新聞社は23から25日の3日間、共同通信など4社と合同で大阪市内の有権者を対象に電話による情勢調査を実施した結果、賛成は 43.3、 反対は 43.6 と拮抗したね。え、約1ヶ月半前に実施した前回調査では、大丈夫かな、前回調査では賛成 49.2、 反対 39.6 で、賛成が反対を 9.6 ポイント上回っていた。賛成する理由で多かったのは、二重行政が解消されるから。二重行政が解消されるから 35.8% ですけどね。二重行政の弊害に気がついてる一般市民なんて、ね、おらへんでっていう。おらへんやんな。これ、こう答えた反応はね、これ維新側がね、あれ、啓蒙した結果なんですよ。刷り込んだんですよ。で、2番目、思い切った改革が必要だから 23.38%。 これはようわからんと答えておりますね、きっとね。大阪の経済成長につながるから 18.1%。 これもようわからんと答えてますね。と続いた。反対する理由はメリットはわからないから 30.8% が最多で、その通りやねん。あのメリットはわかりませんよ。住民サービスが良くならないから 15.3% と続いた。まあ、賛成も反対も理由が曖昧ですね。なぜかと言いますと、この構想自体がですね、市民にとってはようわからんからです。都構想の内容の理解度については、よく理解している 9.9%、ある程度理解している 54.4%、まあこれでしょうね、6割以上が一定程度は理解していると回答、あまり理解していないは 24.9%、ほとんど理解していないは 10.3% だった。ただ、都構想についての不死の説明は 70% が十分ではないとした。最後まで読んでしまいましょうか。住民投票に行くかどうかを尋ねた質問には必ず行く 62.8% と多分行く 19.6%、 合わせて 82.4% が行くと回答。これね、世論調査をやってるんですけどね、有効回答数がいくつに達するまでやるとか、そういうやり方だと思うんですね。1000に達するまでやると、調査をすると、電話かけると、そうすると2000ぐらいかけてる可能性があるわけですよ。すると2000かけて1000しか有効回答を得られへんかったら、残りの1000はですね、何考えてるのかようわからんということですね。まあ、行くかどうかわからんということですね、簡単に言えば。また、期日前、不在者投票をしたと答えた人は 13.9% に上った。一方、行かないは 1.8%、多分行かないは 1.6% だった。もっといるやん、そんな。多分ね、5割超えるかなという感じだと思います、投票率というのは。というのはね、市民にとってはね、ようわからん。
理解できていないと思います。この大阪都構想がね、理解できるのはね、大阪市民よりね、東京23区なんですよ。なぜかというと、23区内は区議会があって、区政が敷かれて、区長を選んでってやってますよね。だからそこに暮らしてると、区っていうのはどういうもんかってわかるでしょ。大阪市の方はずっと大阪市民で来てるんですよ。でそれが淀川区民になるんやって言われても、そんなん分からへんや、知らんやんって言うなら、淀川区民ってなんやねんって、俺大阪市民やと思ってるわけですよ。だからですね、多分東京都民、東京23区民の方が絶対的に理解できるんですね。だから東京23区に、何年か住んだ方は理解できるんですけど、大阪市民の中で東京区民の経験が1年以上あるような人っておそらく 10% 以下なんですね。だから理解されていないというわけです。でそもそもね、大阪都にする必要があるのかということなんですよ。別に今のまんまで何の不都合があるのって、二重行政やって言われてますけど、要はね、大阪府がね、大阪市のやることに口出さへんかったらええだけの話なんですよ。簡単に言うたら大阪市の好きに最初でええやんっていう。ところが大阪府はね、自分たちは大阪市より、まあ簡単に言えば市役所と府庁ですね、府庁は自分たち上なんの、なんであいつら勝ったことやってんねんという意識があるから、そこでは鋭い対立が起きてるわけですね。これはもう何十年もやってるからどうしようもないわけですよ。で、前回も言いましたけど、維新の橋本徹がですね、大阪府の知事になってみたところが、全然大阪市長の方が偉いやんと、権限あるやん、使ってるお金、使えるお金多いやんということに気がついたわけですね。しかも大阪市役所ってたらたらの、そのなんていうか、こうもう組合が強くてですね、もうどうしようもないです、あれ。まあ簡単に半分ぐらい腐ってるような感じなんですね。だから財政も非常に悪いんですよね。給料ばっかり払ってるわけよ。市役所の職員の給料ばっかり払ってるんですね。でしかもここにですね、童話というややこしい問題が絡んでてですね、もうこう手の出しようがない状態で、やったら俺が市長になったらないゲーって市長になったんですけども、それでもうまいこといかんと、要はその彼が考えるところの大阪府の下に大阪市があってということにはならんわけですね。なんせ政令指定都市としてはですね、日本で2番目に大きな政令指定都市、1番目どこやという声が聞こえそうですけど、横浜市です。その大阪市をいうことを解体してしまおうというのが、簡単に大阪市解体案なんですよ、これ。でそれ一番嫌なのは大阪市の、ね、市役所の、ね、連中なんですよ。その今まで大阪市役所の職員やったが、今度は区役所の職員になるわけですから、なんか格下げされて嫌やんみたいな、そういうことになるでしょう。だから大阪市役所は多分こぞって反対してるはずなんですね。で、維新が一生懸命ですね、その推し進めたわけですね、その解体案、いわゆる大阪都構想ですね、大阪市解体構想ですね、を進めたところ、市民は何なんそれとやってて、5年前ですか、第1回、今から言えば第1回のあれですね、投票をやったらですね、否決されたと。割合僅差だったと思いますけどね、割合僅差で否決をされました。それでも諦めきれなかったですね、切れないから、まあ橋本徹さんそれでお辞めになったんですけど、政治家を。今残ってる松井さんとか、もう一人いましたね、イソジン吉村ですか、はい、イソジンって言うたら出てくる名前がねイソジン吉村さんがですね、やろうやろうって、こうまあまあ市長とね、知事を入れ替え選挙までやってですね、でこう推し進めているんですけども、大阪市民は今一つピンときていないって。これ昔ね、堺市もね、入ってたんですよ。で堺市はそんな嫌やん、俺はって言って逃げたんですよ。で堺市長は確か維新じゃなかったような気がしますね。で、逃げたんですよ。というか、要はね、堺市にはメリットはほぼないんですよ。堺市のままでいた方がいいわけですよ。でそれに気がついたわけですね。ところがですね、大阪市は維新が抑えてますから、維新は大阪市というものを解体したいわけですよ。解体して自分たちの言うままにしたいわけですよ。そのためにはもう市役所がもう邪魔になってしゃあないと。だからそれを解体するんだっていうのが大阪都構想なわけですね。まあまあ法律家の橋本さんが考えたらしい、まあ、なんて言いますかね、こう妙に理屈っぽい構想ですね。それだけに大阪市民にとってはね、メリットデメリットほとんどないんですよ。ほとんどない。別に税金が安くなるわけでもない、高くなるかもしれませんね。むしろデメリットの多いんちゃうかなと僕なんか思うんですけど、
要は維新が好きなことをやりたいというだけの話なんですよね。でそれに気がついた人はね、反対するわけですよ。反対するというか賛成しないわけですよ。だから今回ね、多分ね、このままいったらね、否決される可能性もね、随分高まったんちゃうかなという気はいたしますよ。ね、今度ほいであかんかったらどうすんのって、まあ諦めんの君らはということですね。はい。はい。まあ大阪、この動画ね、大阪の方あんまり見てないと思うんですけど。まあ大阪都構想ってそういうもんでございますと、どうやら否決される可能性も高まってきましたよと、そういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。